誰か来るかな。予言っていうか予告しないでの配信なんですか。誰かいますか。前髪長いの。こんにちは、こんばんは、こんにちは。久しぶりの配信。皆さん元気かな。こんばんは。今日は握手会でした。一日願い事の持ち腐れの握手会で、一日皆さんとの握手会でした。握手会に来てくださった皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた明日もあるので来てくださると嬉しいです。ありがとう。前髪重たくない？本当だってもう隠れちゃう。あ、押しためてた。ありがとうございます。あ、ファイヤーボー、ファイヤーボンバーさん、花束ありがとうございます。サンダ捕まえたよ。すごい。私まだ何も捕まえてないよ。もう結構諦めモードでスプラトゥーンやってる。もうね、結構私スプラトゥーン勢に可愛すぎてびっくり。嘘だ、ありがとうございます。びっくりしたよ、本当ありがとうございます。あのね、ニャンパスこんにちは。久しぶり、本当皆さん久しぶりです。いいなぁ、ルギア捕まえたり、あの伝説のポケモン捕まえられてる方本当羨ましい。おめでとう。私は今イカです。髪色変えたっていうか髪色が落ちたんですよね。皆さん、そうだそうだ、皆さんごめんなさい。あのじゃんけん負けてしまいました。本当ごめんなさい。でもね、1回戦も勝つと、私勝てるの、勝つか勝たないか分かんなくて、勝てるかなと思ってて、でも1回戦勝てたのもびっくりした。私ありがとう。みんな、なんか1回戦も勝てると思ってなくて、下勝ててあれみたいな。でもね、今日のツイッター公式ツイッターで中の人がつぶやいてくださって、パーを出さないって言ったんですけど、1回戦目はパーを出さずグーを出して勝ったんですよ。あー、ハートありがとうございます。でグーを出して勝ったんですよ。はじめおはよう。でそれで次がリコットで、最初チョキだったか グーだったかを出して、グーを出してアイコで、その後パーを出すつもりなかったんですけど、パー出しちゃって負けたんですよね。やっぱりパーを出さなかった方が勝てたのかなっていう、ちょっと予言だったのかなっていう。でも最初グーで勝ったから次なんだろうなって。でもやっぱリコとで、じゃんけんがリコとで、どうしようと思って、リコの、私リコが好きだから、そうリコが推しメンだから、ちょっとリコにはね、ちょっと甘々なので、リコには勝ってほしかったの。そしたら本当にリコが勝って、そしたら勝ち進んでくれて、リコは勝ち進んでくれて、決勝じゃないや、まあ出場、本戦出場まで行ってくれて、でそれで、でもそれはすっごく嬉しかった。リコありがとうって思った。そう、リコありがとうって、本当に嬉しかった。おはたき、あ、ゆうくんおはたき、ケロちゃん、誰もありがとう。
でもじゃんけんを負けるつもりはなかったよ、私。負けるつもりもな、負けるつもりとかなかった、本当に。だってじゃんけんって運だから、負けたいと思っても負けれないじゃないですか、正直。負けたいと思って負けるものじゃないじゃないですか。すごい真剣勝負だから、みんな一人一人。だから負ける気もしなかったし、もうドキドキ、勝つ負けるというか、もう本当ドキドキでした。先輩とのじゃんけんだったので。ですね、本当。お久しぶりです。あ、哲也くん、おはよう。久しぶり、皆さんお久しぶり、ひろくんも。まあでもさ、目立ってるから大丈夫。明日は何部だろう。明日もいっぱい部あるよね。そのためには早く寝ないと。もう最近なんか体力の衰えをすごい感じてしまうから。なんかもうキラーくんと、あ、キラちゃん、花束ありがとう。あ、ゆうき久しぶり、お兄ちゃん久しぶり。だから私が、今日ななこの誕生日だって。あ、そうだ、ななこ誕生日じゃん。おめでとう。ななこ何が欲しいかな、誕生日プレゼント。ななこにはね、お醤油をもらったので、誕生日プレゼントに私が料理好きってことで、なんかいろんなお醤油をもらったので、ななこには何をあげようかな。ちょっとみんな、あ、サンシャインタキット、おはよう。マイケルちゃん、マイケルくん今日ありがとね。しかもタコもありがとう。どうしよっかな。ななこの誕生日プレゼントは今考えてるの。ななこの誕生日プレゼント何がいいかな。今日ね、やっとね、北原さんに誕生日プレゼントを渡せたの。北原さんにはね、やっと、ねえねえ、誰もありがとう。ほんと、やっとね、ほんと。モバイルバッテリーをプレゼントしました。なんか、実用的なもの、何が欲しいか分かんなくて、とりあえず実用的に使えるものがいいかなと思って、やっぱり今みんなやっぱりスマホとかの時代だから、スマホいっぱい使うし、北原さんは多分お仕事でいろんなところに行くと思うので、モバイルバッテリーっていいかなっていう。モバイルバッテリーって使えるじゃないですか。だから、モバイルバッテリーにしました。疲れ、ありがとう。なんかいろいろ考えて、モバイルバッテリーが一番使いやすいかなって思って。ななこには何あげようかなってすごい考えてるんだけど、ななこね、ななこの趣味、ななこね、今ミニオンが好きっていうのをね、ちょっと耳にしてんのね。お、サンシャイン竹下さん、まだ累計いたんだ。なんかね、ミニオンが欲しいって、ミニオンが欲しいっていうよりか、最近ミニオンにはまってるんだってよくななこに言われて、ミニオンとリラックマが好きなんだって。ななこはミニオンとリラックマが好きなんだって。でもななこの、ななこがね、ミニオンすごい可愛いんだよって言ったから、私も今めっちゃミニオン好きなの。めっちゃミニオン好き。あー、サンシャイン竹下さん、誰もありがとうございます。ミニオンめっちゃ可愛いよね、ほんと。私も好き。もう、マジ、私もグッズ集めようかなってぐらい好き。あ、ななこだから、ななこのカードをあげるっていうのもチャージしといてね。何千円かチャージしといて、ななこ誕生日プレゼントみたいな。いや、先輩、先行、今日ありがとね。みんながプレゼントするんじゃない？あ、そっか。じゃあ、もっと実用的なものだとなんだ？バスタオルとか。でも、断捨離するから荷物とかあんまり、あの子断捨離する子だからあんまり大きな荷物とか嫌だよね。実用的なもの、日用品とか。日用品、あの子断捨離大好きだから、
公共ゴミ袋とか 燃えるゴミのさ、新潟県のさ、新潟市か新潟県かよくわかんない、新潟共通なのかわかんないけどさ、ゴミ袋とか、なんか料理だって電子レンジも使えないから、でも一緒に作れば多分使えるんだよね。棚をいっぱい、もうゴミ袋いいかもよ。新潟県のゴミ袋、公共ゴミ袋、燃えないゴミと燃えるゴミと でもさ、絶対あってさ、正直絶対あって使わなくないじゃん、ゴミ袋って。でも駅伝グッズって言ったって、駅伝グッズって売ってなくない？そうそう、何々学園の何々みたいな、断捨離本。ああ、でも私も棚欲しいんだよね。本棚というかテレビ台が欲しいんですよね。今すごい考えてる。テレビ台とテーブルが欲しい。自分が欲しいぐらいだよ、テレビ台とかあげたいけどさ、今自分が欲しいんですよね。テレビ台とテーブル、あとフィギュアを置く何かが欲しい。あと、クカちゃんおはよう。あ、どんちゃんありがとう。わかる。一人用のソファーも欲しい。ベッドソファーになる、シングルのベッドぐらい、敷布団ぐらいになる、ベッドソファーが欲しいの。そしたらなんかお友達とか泊まる時にそれ広げるだけでさ、あと布団かけるだけでちょっと1泊ぐらいできるような感じなソファーをずっと欲しいって言ってて、結局なんか買ってないんだよね。なんかグッズとか、アニメのグッズとかに金使っちゃって。そう、歌プリ最近すごいいろいろ出てやって、それにお金使っちゃってて、人をダメになるソファーも欲しい。ソファーっていうか、クッションもいいよね、正方形のなんか形のね、マインクラフトみたいなやつ、マイクラみたいな形のね。あ、モッチーだるまありがとうございます。ハンモック、でも家の中にハンモック、いや、どんどんずれてんな。7個何欲しいんだろう、7個ね、なんだろうな。青の人、聖川さんかな、時矢かな、分かんないけど。スプラトゥーン、7個にスプラトゥーンあげろって。リラックマの何かか、ミニオンの何かをあげようと思ってるんだけど、でも化粧品ってさ、人によるからさ、あげたいんだけどさ、なんかね、何あげればいいか分かんなくなるよね。でも DIY が好きって言ってたから、なんか DIY の本とか買った、でも自分で作るわけじゃないか、組み立てぐらいか。化粧水はさ、人の肌に触れるものだから、まあ、化粧品も化粧水も人の肌に触れるものだから、合う合わないがあるから、それでほら肌荒れとかなっちゃったら嫌じゃん。こんばんは。あ、かずみねさんこんばんは。私ね、無印のあれが欲しいんだよね今。無印の冷蔵庫、お米を冷蔵庫にしまっておける容器知ってる？ヒルナンデスで出てたんだよね、その無印の特集で。そのお米を冷蔵庫で保存できる。冷蔵庫に保存すると、その虫とかが出なくなるんだって。そう、あれが欲しいんだけど、なんか私が一番なんか最近ね、無印行ったんだけど、売ってなかったのよね。もうやっぱ人気、やっぱテレビに出ると人気になるのかな。なんか別に私は
それを、お米に使うんじゃなくて、キラー君の餌入れとして使いたいなって思って、キラー君の餌を入れて、あれカップだか計量カップもついてるから、パコってやっといけばさ、サラサラサラってやってパーってあげられるし、なんかキラー君のやつで使いたいなっていうので今探してるんですよね。なんで売り切れてるんだろう、そこまでやっぱりいいのかな。大きい店ね。オッケーオッケー。そう、売り切れてるんだと思うんだよ。すごい、なんかキラー君に使えるかなと思って。あ、イバティありがとう。ニコニさん、こんにちは。キラー君おいしいですね。100均にも売ってるかな。ぜひ探してくるわ、じゃあ。なんかいろいろ結局考えて、現金をあげるっていうのもありなんだけど ちょっと生々しいから、何がいいかな。キッチングッズはいらないし、やっぱお掃除グッズがいいんじゃないかなってすごい思うんだよね。お掃除グッズがやっぱ一番いいんだと思うんだよね。あ、ひなべさんおはよう。どうしよっかな。図書カード、でもあの子本読まないよ。漫画とかも読まないし。イケメンももかさん一瞬だけ見たぐらい。まあとりあえず考えときます。アマゾンカード、ああいいね。やさんありがとう。あ、スタバのカードいいな。スタバのカードか。それいいな。やっぱりスタバのカードか。なんか、ななこ最近なんかスタンプ買うって言ってたから、 LINE のプリペイドカードでもいいかなってすごい思う。 LINE のプリペイドカードか。ひなべさんいたよ。お、北里さんおはよう。悩むな。でもたまにほらスタバって飲みたくなるじゃん。お高いからさ、そんな毎日毎日飲めるものじゃないんだけど。プリペイドカードとかギフトカード系か、商品券か、それか、そのリラックマのグッズか、ミニオンのグッズ。それか、お掃除グッズとか、まあ、駅伝は、まあ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 考えとくみたいな感じかな。スタバカードほんといいね。松尾滝さんショールーム、おお、ありがとうございます。イェイ。久しぶり、あ、しるし、久しぶり。私もそろそろ、もう、そろそろ、あまり長い配信しようとは思ってなかったので、そろそろ。私はね、大体ね、誕生日プレゼントをあげるときは、人の好み、まあ、好きなキャラクターとかもそうだけど、何が欲しいかなーっていうのをちょっと考えて、この人にはこれがあるんじゃないかなっていうのを考えたり、まうちゃんとかはなんかナイキのサンダルあげたり、おしゃれだし、夏の近間だったから、おしゃれ、なんかナイキのサンダルって若い子結構履いてるじゃないですか、ベナッシ。だからナイキの文字がピンクのベナッシをあげた。若い子、私も履いてるんですけど、あれって結構ほんと便利で、いろんなのに会えるから、合わせられるから、そういうのとかはいろいろ考える。まっちゃんだったらいろいろ着こなせるしなっていうので。そうなんや。
でみんな持ってる。新潟スタバ少ないです。だからあんまり、ドトールもないか。でもギフトカード、まあ、私も新しいナイキのベナッシュ欲しいな。買おう。色違いのやつ、今つ履いてるやつと。でもドトールよりスタバの方が嬉しいかな。私はドトールすごい好きなんですよ。ドトールのココアがすごい好きなんですよ。ホイップのってる、美味しいんだよね。けっちゃん、いえ、ありがとう。こちらこそ。コメダはね、遠いんだよね。コメダはやっぱ車出したりしないと。あ、でもイオン。こんばんは。あ、ハムさんこんばんは。お、2300人ぐらい行ったらやめようと思いますので、そこまで見てくれる方いたらよろしくお願いします。なんか顔がむくんでる気がしてピヨピヨってなる。スタバの好きなメニューはソイラテ。ソイラテかキャラメルスチーマーが好き。ソイラテかキャラメルスチーマーが好きです。あ、滝、岡山の滝、おはよう。そう、キャラメルスチーマー美味しくない？めっちゃ好きなんだよね。あ、パッションティー飲む人すごいおしゃれだなって思う。あきら嘘、私すごい好きなんだけどな。なんか甘いの飲みたいなって思う時はそれ飲むぐらい。なんだろうな。結局はまあ。今コンビニもすごいからね。カフェラテとかは。お久しぶりです。ありがとう。有川さんかな。ありがとう。抹茶ティー、ソイラテをソイラテ飲む。いやー、もうなんかおしゃれ。お久しぶり。あ、もうに、本当変わった。あ、久しぶり、しおり。どれ。でも、あ、2500人いった。ありがとうございます。皆さん見てくださって、今日も見てくださってありがとうございます。久しぶりの配信だったな。ぜひ明日も握手会、明日、明後日と握手会あるのでよろしくお願いします。今日ね、太田ゆうりさんにバイバイって言われたことがすごい嬉しくて、ちょっと燃えました。ありがとうございました。今日の報告でした。ではでは、また、今度やるので、ぜひ見てください。時間があったら見てください。よろしくお願いします。またねー。バイバーイ。あ、最初は、では、じゃんけんの時間になります。最初はグー。じゃんけんぽい。今日はグーでした。グリグリグリ。実はね、じゃんけんのね、練習をしてたんですよ。今日一回だけ。ヒカキンさんの動画を見て。じゃんけんタイムで、ヒカキンさんのじゃんけんタイムでも勝ちました。ヒカキンさんのじゃんけんタイムでは勝ちました。ということで、また明日じゃないや、また今度。バイバーイ。よいしょ。バイバーイ。